今年はですね、10分の1ミニッツって27分の1とか28分の1の手のひらサイズだったんですけど、ご覧いただきたいのが10分の1の RC モデル、今回、大きくご紹介させていただいてます。大きいですね。大きいですよね。結構このサイズがラジオコントロールカーの中だと結構ポピュラーで、みんな楽しまれてるシーンで、やっぱ内ラジ外ラジじゃないですけど、外ラジとしてはですね、このツーリングカー的なラジオコントロールカーってすごく奥が深くて楽しいです。この右側に映ってるシルバーの箱スカっていうのは、日産さんが生み出したスカイラインの元祖的な名車なんですけれども、その横にあるのはフェアレディ Z。 これはもしかしたら視聴されているお客様、番組の皆さんもですね、知ってる方いらっしゃると思うんですけども、その中でもマツダがですね、1972年にスポーツカーとして、生み出した車がこちらの1972年のマツダサバンナ GT、通称これ RX3 っていうやつなんですよね。今回ですね、この RX3 の中でも、前期バージョンをですね、モデル化したんですけれども、当時ですね、レーシングシーンもおそらくその日本の中でも活発化された時に、50連勝を目前に、日産の GTR が活躍したんですが、その前の49戦の時にですね、ストップをかけたマシンがこのマツダのこのサバンナだったんですよね。なんで、ロータリーを積んだですね、マツダ車がやっぱ満を持して世界中に放ったスポーツカーであったというふうに思います。こちらなんですよね。見ていただくと、このフロントグリル、ロータリーのエンブレム、そしてね、 RE っていうね、12というね、エンブレムであったりとか、もうこのフロントグリル丸め4灯のとか、すごく印象的な車だったんですけども、こちらのモデルを再現したんですね。僕らウルトラスケールボディっていうネーミングしてるんですが、通常ミニッツ前回やっていた時に、プラスチックモデル、プラモデルできたインジェクションのボディだったんですけども、今回こう、10分の1のラジコンでもこうボーンってぶつけた時に、やっぱりその辺のなかなか耐久性を持たすためにこういう風にしてるんですけども、割とプラの、ポリカボネートのボディできると、これまでは割となんていうのかな、スケールカーと言いながらもちょっとプアな作り込みだったんですが、そこからですね、表彰では例えばメッキのパーツ、そしてこのアイライン、グリルの周り、例えばフロントのチンスポイラーのところもブラックのマット塗装にしていて、その、カラーリングのコントラストとメッキ処理によってかなりその立体的に顔がゴージャスにできているというふうに見えると思うんですね。そして今これね、オプションの LED ライトをつけてるんですけれども、レンズカットですよね。実車のやるレンズもこういうようなカットになっているっていうところが、こだわっているところだったりするんです。例えばこの、グリルのところもここピッてこう切れてますよね。実車もこうつながってるわけじゃないんです。でも模型でもこういうふうに立体的にデザインすることができるようになったとかありますし、例えばここのブラックのところもよく止め方でビスとかすると、ダボといって後ろにこうビスのあれが出てくるんですが、そういうのが見えないようにやって、できるだけ、限られた中でも、そういうなんていうの、見た目をこだわって作れるようになっているというふうになってます。例えばミラーの作り込みとかもよく見てほしいんですけど、実車もこうなってるんですよね。ちゃんと横とかもですね、これこう弓矢を引いたようなデザインっていうことなんですけど、それを大事にしながら再現してるし、エンブレムであったりとか、後ろのテールランプもですね、当時を知ってる方、今これから知った方にとっても、なんていうの、これかやっぱり RX3 だねって思っていただけるような、そんなクオリティに仕上げることができています。皆さんの目の前に展示される表彰ブースの一押しアイテム、フェーザーシリーズのラリーバージョンからの最新モデルとして、フェーザー1971ラットさん240 Z ラリーが登場しました。次の商品はこちらなんです。1971年、ダットさん 240Z ラリーです。今こちらもちょうど映像が回ってましたけども、なんとこちらは1971年に、東アフリカのサファリラリー、WRC のラリーで、その当時日産さんが初出場ながらなんと優勝を飾ったという伝説のマシンなんです。やっぱり当時ですね、
ラリーの日産というふうに印象付けたマシンということで、まあ、マツダ自動車さん、そして日産自動車さん含めてですね、当時日本車がもう世界に羽ばたいていって、そのレースシーンで活躍していった時代のその ONN の名車を復活させました。こちらもね、今回のモデルで一押しのアイテムです。僕ももちろんリアルタイム知らないんですけど、この車種はすごく知ってます。知ってますよね。知ってますよね、うん、おそらくまあ、サファリラリーっていうところは普通のラリーレースと様相が違うと思うんですよね。例えばこのライトとか見ていただくと、まあ、前には2灯のボンネットにはライトがあって、バンパー前に1灯あるんですけれども、実はこのライト知ってます？これね、ホグランプリもちろん見えるじゃないですか。実はね、これね、視界よけなんです。僕もね、模型化していく中でそれ知ったんですけれども、まあ、そういったものを再現されてあったりとか、まあ、リアのところにもホグランプ1灯って、これ LED をね、オプションパーツで買ってね、ご購入いただくとこうやって再現できるんですけども、多分そういうシーンであっただろうあろうなっていうものに思いを馳せながら、このマシンをこう家で置きながらね、楽しむことができるというアイテムです。大きなブロックパターンタイヤに小さめのホイールをマッチング。今回ライセンスプロダクトとして欧米と渡辺ホイールを装着しました。そしてぜひお客様で捉えてほしいのがこちらです。今つきましたか？はい、ライトですね。はい、別売りの LED ライトユニットの装着となります。サファリラリーには延々何キロも続く直線のステージが展開し、ここを100キロを超える速度で駆け抜けていきます。僕も知ってます、こっちも。ああ、そうですか。はい、それはそれは、ありがとうございます。しい、でも新しくなったっていうことですよね。そうですね、時系列的にいろいろ種類が当時出てまして、はい、オプティマシリーズでオプティマ、ジャベリン、ターボオプティマってありまして、その次に出たのが今回発表させていただいたオプティマプロという車種になります。当時と同じようにこう同じ時系列で最後にこれが出てきた商品なんですね。まあ、いろんなところをこう変更して、まあ、最終形といいますかバランスを取った、重心位置をですね、こうリアモーター後ろ重いじゃないですか。でやっぱりそうするとちょっと後ろが重すぎるんで、ハンドリングをもっと向上させるためにバッテリーをちょっと前にずらして、それでバランスをさらに良くしてハンドリングがいいようにしたものがこれなんですね。まあ、あと同時にこう空力もね、こう裏側のこうアンダーガードがついて、まあ、風の流れを良くしたりとかですね。あと当時ボディも一番こうスリークって言いますかね、こう細くてエアロを利用し、まあ、意識した、まあ、キャビンの小さい空気抵抗を減らしたボディに、まあ、自分で言ったんですけど、まあ、一番見た目がいいし、まあ、自分が作ったいものを作らせてもらったって感じで。もともとオプティマっていうとどういうモデルなんでしょうか？はい、これがオプティマですね。これが初代のオプティマで、今回再販なんですけどね。その30年経って、まあ、いろいろこう材料とか加工方法とか変わったんですけどね、それを利用してさらにこう耐久性を上げたりとか、当時はこの辺全部プラスチックだったんですけど、これ非焼結金属って言いまして、全然強度も高いし壊れない、そういう、まあ、ナイロンなんかもね、この非常に高価な46ナイロンっていう材料を使ってるんですけど、まあ、ナイロンの中で一番高い材料ですけどね、やっぱり耐久性も優れてるしっていう、まあそういうのを、あとオプティマ詳しい方にとってはあれですけど、こう当時スリッパは入ってなかったんですけど、今回スリッパークラッチっていうのが入ってまして、ある程度トルクがかかるとちょっと逃げてくれるんですね。で駆動系を守ってくれる、まあ、そういうのを今回最初から構造的にそういうのを入れたりとか、アップデートしてまたみんなに楽しんでいただけるように、まあ、それが楽しみでやらせてもらってます。37年の時を経て待望の復活を果たすヴィンテージシリーズ第15弾、リアモーターレイアウトのオプティマ最終形、その名はオプティマプロです。別売りのチェーンで80年代と同じテイクドスタイルも再現できます。吉野さん、最近おなじみのミニッツですね。はい、ありがとうございます。ミニッツはね、まあ、バリエーションいろいろお持ちしてるんですけれども、まあ、その中でこのミニッツ AWD って書いてあって、四輪駆動とドリフトタイヤで高度なドリフトが楽しめますということで、まあ、最近やっぱジャパニーズカーが先ほどのウルトラスケールボディと同じように人気です。FC3S、ね、と言われた RX7 にフェアレディ Z もありますし、往年の 32GTR があったり、ちょっと新しいところで言うと、まあ、GR ヤリス の、ね、このサーキットパッケージっていうものがラインナップしてるんですが、その中でもこの静岡ホビーショーでお見せしたいのはこちら、
トヨタカローラレヴィン AE86 のミニッツバージョンをこれフル新規で作り直しました。 A86 の立ち姿ってもうご存知かと思ったらこういうスッとした昭和の時代に生まれたスポーツカーはスリムですよね、まあ、そういったものを感じられるようなボディクオリティになっていると思います。今回ね前期型なんです。うん、あとはですね、はい、その流れの中で日産スカイラインの 2000GTR KPGC10 の、まあ、高橋邦光さんなどがやった、1972年のレーシングモデルを新製品としてご紹介しています。はい、でこの前、番組でもやってくださったミニッツ 4x4、 こちらもですね、これですね、ラングラーのアンリミテッドルミコンにこのインターコーシャっていうタイヤメーカーあるんですけども、そこのライセンスタイヤを履かしたモデルをラインナップしました。いろんな遊び方ができるので、ぜひまだやってらっしゃらない方がいたら一度はちょっと手に取ってみてほしいなっていうふうに思います。おすすめです。ただそんな中でもこちらのモデルちょっと呼びたいんですけども、見てください、名前ファーストミニッツって。ラジオコントロール始めるならこれということで、やっぱ本格的ラジオコントロールメーカーが作るトイって一体どんなものかなっていうところを、まあ、考えなきゃいけないねと、うん、それが生まれたのはこれだったんですね。で小さなお子様から、うん、まあ、大きなお子様まで買いやすいかなっていうふうに思うんですけども、例えば見ていただくと86があったり、さっき FC があったり、GTR があったりするので、例えば軽トラックがあったりアメ車があったり、はい、でみんなライトがつくっていうのが入っていて、まあ、リーズナブルながらも最初のラジオコントロール始めるならこれと、ここからチャレンジしてみるのもいかがでしょうか。